福岡市交通局、福岡市交通局、福岡市交通局、A 称、福岡シティトランスポーテーションビューローは、福岡県福岡市内で公営交通事業を行う福岡市の地方公営企業の一つである。地下鉄事業のみを行い、3 0 29.8km の地下鉄路線を営業している。福岡市の地下鉄事業の正式名称は、 福岡市高速鉄道といい JR の座席予約システムマルスでもこの正式名称で登録されている。開業後、旅客案内上は福岡市営地下鉄と故障した時期もあったが現在では福岡市地下鉄の故障が使用されている。地下鉄開業前の福岡市においては市内のバス事業や市内中心部を走る路面電車事業は市営ではなく 人民間企業である西日本鉄道、西鉄が運営していた。そのため、交通局は地下鉄建設に伴い、初めて開業前は福岡市高速鉄道建設局として発足した組織である。交通局は、当初、路面電車、西鉄福岡市内線の廃止で余剰になった西鉄の従業員を要していたが、その全員が定年退職を迎え、 現在の正規職員は一部の技術系職員を除き、ほぼ全員が福岡市で直接採用された職員である。地下鉄開業後、西鉄バスは地下鉄が所要時間で圧倒的優位を持つ福岡市中心部と福岡空港を結ぶ空港連絡バス路線を廃止したのをはじめ、並行路線の整理、廃止、減便などを行う一方、地下鉄沿線の郊外部と市中心部を 福岡都市高速道路を経由して結び、所要時間で地下鉄に真正面から対抗するバス路線も新設しており、互いに激しい競争を繰り広げている。福岡市では地下鉄開業前から市営の交通事業として福岡市営都線を運行しているが、こちらは港湾局総務部客船事務所の管轄であり、交通局と直接の関係はない。 福岡市の地下鉄は年間148、2 2十二千人、1日あたり40万6035人、2014年度、365日が利用している。2004年度は約14億9600万円の黒字を確保した。黒字を確保したのは2003年度から2期連続のことであるが、七熊線が開通した2005年度以降、再び赤字となっている。 その後、2011年度の決算においては、約7億9700万円の黒字。2012年度は、約6億4900万円の黒字。2013年度は、約15億4700万円の黒字。2014年度は、公営企業会計制度の見直しなどによる特別損失82億6300万円が生じたため、 約63億200万円の赤字決算である。なお、福岡市から運営費補助金を受けており、その額は2012年度から2014年度において、それぞれ約26億9400万円、約21億2300万円、約18億2000万円である。単位1000人以下の3路線で構成されている。空港線と線は、 七熊線は標準機の鉄輪式リニアである。電化方式は全路線で直流線 500V となっている。なお、福岡市南区には路線が通っていない。空港線では JR 九州築飛線との相互直通運転が行われている。福岡市交通局の車両は、名の浜駅築前深江駅間で築飛線に乗り入れ、JR 九州の車両は 空港線全線に乗り入れる。福岡市交通局、JR 九州の車両ともに、地下鉄線内はすべて ATO によるワンマン運転を行い、地区飛線では JR の車掌が乗務し、ツーマン運転を行う。箱崎線及び七熊線では他社との相互直通運転はない。箱崎線と接続する西鉄海塚線との相互直通運転が検討されているが、 未だ計画決定には至っていない。七熊線では、全体計画として、天神南駅から中洲川端駅を経て、地高方面を結ぶ計画と、渡辺通り一丁目付近、役員駅東方で分岐して住吉通り経由で、博多駅に乗り入れる計画があった。その後、天神南駅から、キャナルシティ、博多付近を経由して、博多駅に乗り入れる計画も検討された。 このうち3番目の計画が採用され、天神南駅から博多駅までの区間の鉄道事業許可を取得、工事開始されており、2020年度に開通する予定となっていたが、2016年11月8日に、本工事に伴う博多駅前2丁目交差点付近での大規模な道路陥没事故が発生し、工事が一時期中断され、完成時期は遅れる見込みとなっている。 博多駅前道路陥没事故も参照。また空港線でも、福岡空港駅から東平尾公園方面への延伸構想がある。他にアイランドシティへの鉄道路線整備構想があるが、事実上凍結されている。福岡市地下鉄各線では、各駅の駅名や駅周辺の観光地、名物、自然にちなんだ、シンボルマークが制定されている。例えば、 天神駅のシンボルマークは、地名の由来となった天神様にちなみ、菅原道真が愛した梅の花をモチーフにし、天神南駅では通り合わせをする子供を描いている。これらは、福岡市出身のグラフィックデザイナー、西島伊がデザインしたものである。七隈線各駅のシンボルマークについては、伊三尾が2001年に指揮をしたため、それ以前に描かれていた原案をもとに、息子で同じく、 グラフィックデザイナーの西島正幸が完成させた。2011年3月までに、駅ナンバリングの導入が完了し、従来のシンボルマークと併用されている。福岡市地下鉄は当初シンボルマークがあるため、ナンバリングは不要としていたが、ナンバリングをしている国が多く、外国人にはナンバリングがないとわかりづらいという面があり、国際化により、外国人にもわかりやすくという流れにより、 ナンバリングを使用することになった。乗客がプラットホームから線路へ転落する、あるいは飛び降りるのを防ぐため、ホームドア、防護柵を地下鉄全域に設置している三菱電機製空港線は2004年、箱崎線は2005年末に全域設置完了、七熊線は2005年の開業時から全域設置。地下鉄車両が駅に来ると、 車両扉とホームドアが開閉し、乗客は乗降ができる。ホームドアは ATO を搭載している。福岡市交通局の車両と JR 九州の303系、305系の場合は車両扉と連動して開閉する。空港線、箱崎線用の車両は JR 区飛線直通にも用いられる。福岡市交通局では運賃を料金と呼んでいる。 大人普通旅客運賃、小には半額10円未満切り上げ、2014年4月1日改定、なお2019年10月1日の消費税の増税に伴い一部区間で10円値上げが検討されている。福岡市高速鉄道連絡運輸規定に基づき、九州旅客鉄道、JR 九州及び西日本鉄道、西鉄の間で以下の連絡運輸、 相互連絡運輸が設定されている。また、JR 各社とは片道、往復、連続乗車券、JR 線の乗車区間が 100km 以内の定期券、団体券において、以下の通過連絡運輸が設定されている。西鉄との通過連絡運輸、天神大牟田線地下鉄海塚線などは設定されていない。年月日より IC カード乗車券、 早か県を導入している。九州旅客鉄道、JR 九州の IC カード、守護課のほか、西日本鉄道の IC カード、にもか及び、東日本旅客鉄道、JR 東日本の IC カード、スイカとも互換性を持たせる方向で、2008年2月、九州 IC 乗車券、電子マネー相互利用に関する協議会を発足させ、2010年3月13日に、 相互利用を開始した。他には全日空、ANA と提携し、2009年12月16日より、ANA はや加見を発行している。2013年3月23日には、IC 乗車カード全国相互利用開始により、北海道旅客鉄道、JR 北海道のキーとか、首都圏施設などのパスも、中京圏施設などのマナコ、 東海旅客鉄道、JR 東海のとか、西日本旅客鉄道、JR 西日本の愛子か、関西施設などのピタパとも、相互利用が開始された。その他、IC カードに統一という理由で、余暇、ネットカード、1回乗車前20円引きの、YY カード及び、高割引 F カードが順次廃止された。見守りタッチは、 福岡市交通局が2010年7月27日より提供中の IC カード乗車券、早か券を利用して通学児童の所在確認を提供するサービス。ファリサポケットの領域を利用し、端末とシステムは日本信号車制。類似のサービスに安心グーパスがあるが、システムが異なる。事前に登録が必要。各駅の IC カード対応改札機及び、 公共施設77箇所2010年10月現在に設置された読み取り機に児童が IC カード乗車券をかざすと親権者にメールで連絡が行く。当面は無料で利用できる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。